こんにちは。こんにちは。ありがとう。ありがとう。こんばんは。こんばんは。さよなら。さよならよ。魔法の言葉で楽しい仲間がということで早速大ネギを買っていきましょう。いや、どういうことだよ。ああ、大人の階段下っちゃうの。コーナーで差をつけろ。お前らは腹の中から出直してこい。まあそんなくだらねえ話は置いといて、開幕の儀式なるものが今回はあるらしいですね。キリタンです。そうなんですよ。この弾け結晶をですね、これをこうしてですね、それでですね、落石があってですね、なるほどですね、こうするとこうなるんです。とてもわかりやすかったですね。とてもわかりづれえわ。和洋はお抹茶です。こんな感じで開幕落石が入るのですよ。マジでおすすめ。落石がもう片方残ってるぞ。こちらもですね、さらにですね、これでですね、味方もろとも追加ダウンがされます。トップ賞じゃねえか。ちなみにこれもマジでおすすめです。おすすめしなくていいから。また下敷きになりたいぜ。何のリピーターだよ。まあ俺はなかったし全然ウェルカムかな。ナナシ君はまずあれだな。攻撃をちゃんと相手に当てようか。ノーダメージ。の間違いやろ。マーテカゲンってやつ強い。後で新モーションで押すって得してたわ。マーテカゲンってやつ強い。どの口で言うとしたの。ちなみに大ネギは翼を広げて方向する形態移行なるものがあるのですよ。なんだ唐突に。その形態移行ってどれよ。これがですね、これでですね、これです。あーなんか見たことある。これが携帯移行。前足攻撃が増えたり新モーションの頻度が増すよ。モーション頻度変わるのかマジか。新モーションの対策方法を教えてください。慣れて避けましょう。僕今回が初見です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。わろと実際は飛んだのを見てから右に回避。これで当たらないかもしれない。立ち位置にもよるけどね。飛んだタイミングがわかりません。お疲れ様です。まあそんな新モーション即死野郎は青いタイプですね。あだ名がひどすぎる。実際即死ぬ数7。爆圧対象敗北者。ああもう変なやりとりしたからネギも怒っちゃったじゃん。おめえも加担してたじゃねえか。まあ全身ってるし関係ないかな。で言いながら猫パンチで死にかけてますけど。猫パンチは全身を貫通するから要注意。これでいくいく人の抹茶は行きましたからね。実際猫パンチは死ねる。しかってネルギガンセみてえに言うな。終わろうか。エリア1は特に何もなく普通に終わって、今からエリア2で戦うよ。エリア2は俺に任せろ。一番任せたくねえよ。おお、来た来た来た大技。遊撃砲をぶち込んでやるぜー。ということで角の V 破壊に成功しました。全然ごまかせてねえからなお前。相棒はなんで乗っかってきたんだよ。串団子。うわ全然食欲わかねえ。ゆるりなんでだよ。そうわろと。青い団子とか何で作ったらそんな色になるんですかね。にしても流撃砲は見ていて恥ずかしかった。いわゆる格射撃ってやつですよ。はいはい、すごいすごい。あしらわれててくった。ちなみにこのネギモーションはカウンターね。何それ知らない。新モーションじゃねえ。だけ通常ネギが弱すぎてモーションの差がわからない。逆リアルはそのよくわからんカウンターをさせるにはですね。今の2連猫パンチの最中に頭あたりに攻撃。そうするとのけぞりながらカウンターしてくるよ。と思ってたけど確認したら頭じゃなくてもいけたわ。ラッキーの抹茶。改めて説明すると V 関係なく、猫パンチに70ダメージでカウンター派生っぽい。つまり一定ダメージ与えたらカウンター派生ってことかな。そんな感じ。猫パンチは当たっても吹き飛ばないけど、こんな感じでゴリをしてると軽くいけるよ。全身で送るのは草。全身だから、できたこと。そして回避しつつジャンプ攻撃。段差があるから、できたこと。やるやん。っていうか切れ味黄色になりそうやん。そろそろ研がないとまずいですよ。多分研がなくても周りにバレないし。あの発言でバレバレに決まってんだろ。勘のいいガキどもだ。クソもねえだろ。じゃん。今回クソ抹茶が使っている元祖がこれ。PA とか他の動画でも高頻度で見かける白身の5分間攻撃ぶっ放しても切れ味緑ですからね。全体的に優秀すぎる。アイスボーンの攻略でも期待できる汎用性があるよね。持っていない方はぜひ大豆周回を。丸を押してるだけで相手が死ぬよ。パワーワードすぎてくそ。でも、大体合ってるよね。あー困ります。お客様困ります。お客様。こいつなんか一気だよ。行きすぎ。マジ加減ってやつ強い。一生手加減してそう。わかるだおら。誰か相棒を黙らせろ。嫌ですかとり。アホですね。そのやりとりを令和でも聞いてて恥ずかしいわ。こっちの身にもなってもらいたいですよ。令和。それは相当疲労してるし、瀕死してるぞこいつ。やべえ、殺せ。おめえは早く BC から出てこい。そして砲撃で逃げ阻止しちゃうんだよな。これタイミングプロかよ。抹茶様にかかれば稀にできますよ。これただのまぐれやね。頭いいな。こんなのアホでもわかるだろ。俺はわかんなかった。なんてわかんない。なんてわかんない。そうわろと。マルチであの状況でひるみ調整するのは無理だからまぐれやね。そして再びダウンを取るらしい。ダウンループやめろ。ナイスー。っていうかリンチしてるのに終わらねえな。HP が 27% 以下になると禁止表示らしい。お前それ3割残ってるってことやん。行きすぎ。禁止ってなんだっけ。知らんな。花火音はやめろ。いやーとてもスッキリしました。でも見ててスッキリしたわ。ならよかったです。綺麗な硬直はめでした。話に当たってたらおつってそう。マイクス発動させているね。マイクスはさすがにくさ。しかしそのおかげで俺のスタンドパワーは限界だぜ。すげえ爆撃してんな。何これ。やっつの目は座標運は詳しい。まだカスタムつけてないのはあ出た。スタンドねえわやろビクップ。それスタンドでなくて台風じゃねえか。最強のスタンド使いだ。逆性最弱候補の間違いだろ。ほらあれ、ビクップ。いやわけわかんねえよ。今日七瀬様かっこいい。なんでもいいや。そうわろた。それは相当縄張り争いしとるやん。これ多分七瀬様のおかげで瀕死してるし HP1 になるんじゃねえ。蹴りて、殺せ。このゲームに蹴りはない。七瀬は体験使える。なるほど。まあ弾け決勝で仕留めるんだけどね。奴は歴戦王の中でも最弱。最弱ではないだろ。決勝で死んだから最弱候補。理不尽すぎて草。そんな感じで大蹴りはリンチして無事に終わりました。タイムは7分19秒です。行き過ぎ。それはおめえだろ。関係あるけどこのクエストクリア BGM がアイスボーンしててすげえ好き。わかりにくい。それと最後のスタンド攻撃による爆撃が気持ちよかったです。何はともあれ、7C 以外が無事でよかった。靴は俺に任せろ。やめて。それでは今回の動画はここまで。最後におまけもあるから暇な人は見てってね。この動画が面白かったら高評価、お願いします。そんじゃ、あざしたー。バイバーイ。